一応形を覚えたら、はい、他の愛機で剣の実を入れて、はい、でまたやり直すと予算しますね。じゃあ、他の愛機チェックしましょうかね。どんどんやるよ。はい、OK。 巻きは来すぎかな。手首曲がらないようにしましょうね。指先に腹筋を通して、小指の働きで抜いてください。ここで、この接触でちょっと肘肩抜いて、あとクッとやって、ここは動かさないで。ネック接触を保ったのをくるっと回して、ここ隙間が生じちゃった、これで失敗だね。私の見てごらん、ここ見てよ、ほらここ全然隙間ないでしょ。これは明らかに失敗だよね。あと、掴んじゃダメだ、掴んじゃってるでしょ。くるっと、くるっと、くるっと。もう巻いてはいけないんだ。そう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 。あと、こう掴んじゃってるよ、ほら。つかもうっていう心が出るんだね。つかもう、で、こう壊れてるね。だからこれも手が離れてしまう。でなくてね、どう？ほら、もう隙間がないでしょ。あと全然つかんでませんね。これ剣術の稽古のつもりでやるんだよ。どこが剣の実なの？肩が。入れたまんま。こうだな。剣先行っちゃってるわけ。そうそうそう。で、ここに体を入れて、体を入れて。随分隙間がこうなくなりましたね。ちょっと待って。なるほどなと思って話します。手首曲げないで。こうしてこうして、いい形になってきた。はい、体入れて、体入れて、よし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 、両手もやろうか。どう？ここが肝心なところ、ほら隙間ないですよね。これ多少ありますけど、どう、自分のどう、手首が曲がりすぎてるね。こういう形にするね。これはこう回ってるから向こうにパンって行ってる状態、検査系の奥に入ってるんだよ。だいぶ良くなった。だいぶ良くなった。もう一回やろう。こういうことこうやってることないじゃん。先生に言った通りにやってた。じゃあ、やってる？はい。持ち上げすぎだよ。この高さを保った気持ちで。指先から入るだけで、それができるようになれば完成っていう。片手で片手で。悪くない、そのまま持ち上げずに、はい、はい、で、はい、私のこの木に来て、
下げないよ。結構いいよ、いいよ、いいよ。うん。もっと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 。よしよしよし。よしよしよし。いいぞ。今のがいいな。はい。もう一回やろう。動きすぎ、うん、前後上下左右動かさない気持ちでやって、うん、体だけいっちゃってこう動くんですか、うん、もっとこっち柔らかく使わないと、うん、片手片手で片手で、はい、じゃあ邪魔はい、はい、寝てよしよしよし、うんうん、いいよ、私の肘と胸の柔らかさ見て、はい、あー、どうか反対も、はい、これで剣先に持ってくるじゃん。これも今度、こう剣先に持ってくるから。ここと、こう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 、かかってるけど、65点ぐらい。意識はこっち行っちゃって、ここを乗せてくる。ああ、なるほど。顔動かない。はい。うん、そうそうそう。まあ、これ、力抜きと、はい、体の調整、どれだけ体を柔らかく使って、分かるか、うん、チェックね、うん。実用技ではもちろんございません。うん、鍛錬のための動作です。うん、どの方をやる、今日、って言ったって、いろいろありますね。はい、この、胸取りで。胸取りで。ここでまとめて、はい、最初から下げちゃうと。こうして下げるだけだと、私もここを抜くんでしょ、はい、ここの形の中で今までやった、はいね、接触、緩み、抜き、入れて、はい、これ抜けないぞ、でも、あこれのイメージで、ね、今はもう落とすイメージしかやってますね。基本的に形がもう悪すぎるんです、うん、中心だとかさ、足の仕方だとか、つかみの形だとか、いい私の手紙を、そうですね、つながりがなくて、つながりを作ってこう落ちてる。で、これが、ただ落ちると、これに。ここは中心ね、あと、はい、これは基本はここ、うん、はい、ここはここ集中、うん、はい、で私の肩を抜いてって言うんだよ、うん、あと柔らかく使って体重かけたら力になっちゃうよ、うん、その位置の高さを保つから、ね、うん、肩は硬いよ、柔らかく、うん、こっちも柔らかく、でここ一点集中で、ここでつながって肩に抜く、もっともっと肩で抜くまで、潰すまで、うん、そう、うん、躊躇なく、多少痛いことは避けられないから、うん、どんだけだから勝たないよ、よくしっかり、うん、やめ